はい、皆様こんにちは。それではこの辺りからやっていこうと思います。さて今回はね、この辺りをちょっと探索してから魔法の国ジールっていうところに向かおうと思いますけれども、氷河期だよ、寒そう。どうやらもう北海道はね、初雪が降ったみたいですけど、多分それとは比にならないぐらいの寒さなんでしょうね、ここは。で、探索するのはここかな？でも先に行けるのかな？そう、ここはね、ちょっとワンワンみたいなやつが気になるんだけどね、上の。あ、何も、あ、先には行けないのであるね。あ、なんだ。じゃあ探索もなんもないな。じゃあジール行こう。また久しぶりに動画を撮っておるわけですけれども。レベル上げとかね、特にやってません。ということで、ここだな。ジールを探索していきましょうか。ピーン。ここがエンハーサ。あれ、ここは行ったっけ前回。ちょっと待って。あ、あ、そうだ、ここだ。じゃあここ探索しよう。で、ここら辺の人たちに話しかけてるから、確かね。じゃあこの辺見ようか。天命非水の星の力により生み出された武器防具はかつて女王の命令で北の宮に封印された。北の大陸に見えるのがその入り口だが、もう誰にも近づけぬのだよ。あ、ちょっとイベントっぽかった。 あそこね、テントみたいなのが貼ってありますね。北の宮の扉は強力な術で封印されています。我ら光の民ですらあの封印を解くことはできません。何？あ、お買い物ができる。買う。ポーションあと9。あ、もう、あ、ハイポーション売ってる。でも、ハイポの時代でしょうね。ちょっとこの辺、あ、防具はなし。じゃあ、ちょっとハイポーションめっちゃ買っちゃおう。11個、21個。じゃあ、4分の1ぐらい使っちゃうけど、いかん。万能薬は大丈夫。ミドルポーションも買っといた方がいいかな。まあね、まだまだガバガバ買えますもんね、ミドルポーション。よし、じゃあちょっと買っとこう。アテナの御台かね、シェルターちょっと買っとこう。4個。いや、あ、エーテル売ってんのここ。マジか。あ、でもやっぱ高いね。よし、まあいいか、こんなもんでしょう。いざとなったら2万枚の装備品を売るって方法がありますしね。って何しょね。なんだ、不愛想なガキだな。私たちに何かご用でしょうか。ん？あ、後ろに猫がいるね。エイフィーみたい。黒い風が鳴いてる。あなたたちのうち誰か一人死ぬよ、もうすぐ。本当ですか、予想確率は。おい、小僧待て。あの少年、なぜあんなことを。なんだか知らんが気に入らないガキだぜ。預言者おった。ここは回復の泉。さあ旅人、ここの傷を癒し、命の乾きを潤してお行きなさい。うん。あ、回復してる。あざす。女王様の宮殿はこのジールの中心、西の大陸の頂から常に世界を見守っていてくださる。だから私たちもこうして安心して夢の中に安らうことができるのだよ。むにゃむにゃ。普通に寝てるだけのように見えますね。北の宮、行ってみたいね。なんかね、属性を持った武器防具って気になる。運命というものは存在すると思いますか。この世の全てあらかじめ決められているのだと。どうでしょう、まさにそう思う。絶対そんなことはない。お前なんかの知ったことじゃない。まあ因果応報とかいろんな言葉ありますからね。因果は巡ると言いますけれども。あ、でもな、先に決められてたら嫌だしな。そんなことはないかな。私たちは見ちゃう。そうそうそうやで。そのための扉が一つここにもあるかもしれませんよ。ん？てか、なんでさ、みんな、ここの人たちみんなベッドに入ってんだろう。みんな寝てるよね。西の大陸の外れにあるのが魔術都市カジャール。さまざまな魔術の研究を行っております。あ、みんななんか寝ながら喋ってるから、なんなんだ。
まあ行くか。じゃあここの探索はこんなもんですね。でもあれだね、キッズに会えたのは大きい。ちょっと闇を抱えてそうなキッズにね。うん。でここに行く知恵の道。はい。ワープして、お？ん？なぬ？ん？あれ、氷河時代に戻ってきちゃった。あ、これ、あ、また別の大陸に降りてますね。うんうん。で、今度はここ？天への道。もうなんか氷河時代のさ、この大陸とさ、この魔術都市がリンクしてるっていうのがなんとも面白いですよね。ギャップがあるっていうか。お、なんか綺麗なんだけど、楽園ですか、ここは。小さな洞窟。あ、ここがカジャールで、ここが黒鳥号、船か。ここやっていきましょう。ここはカジャール。王国ジールにさらなる光をもたらす女王の計画のため様々な研究を行っております。あら、あなた方の力は私たち光の民のものとは少し感じが違うようですね。不思議な優しさ。まあ優しいからな、私。なんでも原始時代にあったという虹色の貝殻と太陽石を合わせれば素晴らしい武器アイテム。これいいな、なんか作ってみたい。でも今じゃそんな技術を持つのは命の賢者様だけだし、それに星の力を捨て去るようにってジール女王のご命令もあるしね。花はこんなに美しく見したいと言ってるのに私は花になりたい。あ、ポエムは始まったな。ここも回復の泉みたいですね。南の小大陸に見えるのがかつての太陽神殿だよ。星の力を秘めた太陽石を祀っていたのだけれど、新しいエネルギーが利用されるようになってから完全に閉ざされてしまったんだ。北の宮と同じようにね。あ、ここのことね、閉ざされちゃってる。太陽石っていうの欲しいですね。なんだこいつ。ん？あ、ここもあれなのね、道具屋さんなのね。プラチナ製防具ある。でも女王様の許しないと売れない。あー、マジか。売ってほしいね。あら、変わった気をまとっておられますね。やはり術を使われるのですか。けど私たちのものと比べると随分と原始的な術のようですわ。イラカチンカチン。地の民と呼ばれる魔力を持たぬ者たちは、これなんだ、雲の下で昔ながらの暮らしをしています。わー、お前らこんな嫌なやつだったか。やっぱなんか大きい力を持つと天狗になるんでしょうかね。サラ様とジャッキー様、人の目ですごい魔力を持っておられる。もう子持ちなのね、女王様。姉のサラ様といつもついて歩いているあの猫くらいのもの。あ、あれ、じゃあさっきあの予言した子供ってもしかしてサラ様って子かな。ジャッキー様の姿よく見かけますね。りゃりゃ、ここはサラ様の魔力は母親である女王の力さえはるかにしのぐということです。それに聞かれ、弟のジャッキー様は大きな血筋であるというのに全く魔力を持たないらしいのです。うん、魔法のカプセル。こいつはあれ、話しかけられない。あらら、宮殿に不思議な預言者が現れたという噂を聞きましたよ。詳しいことは知りませんが、すごい魔力の持ち主だそうです。命時断りの三賢者様がいらっしゃいます。おお、賢者に会うことになりそうだね。昔賢者様から教わったのですが、太陽石には太陽の無限の力を蓄えることができたのだそうです。ただし力を使い果たすと輝きを失ってしまって暗黒石に変わったとか。あ、じゃあ闇落ちしてんのか、太陽石。ちょっと待って、これ水は風を呼んで風は火を踊らせる。ん、大切な言葉っぽいな。暗黒石を日の当たる場所に寝かせておけば失われた輝きを取り戻すことができるのじゃ。確かそのためには気の遠くなるような長い時間が必要でな、輝きを目にすること。あ、じゃあさ、多分あれじゃない、太陽石っていうのをゲットして、でこの時代の日の当たるところにポンって置いて、でワープして現代に戻るみたいな、そんな感じの展開になりそうやな。
海底神殿はまだ建設中です。計画に少し遅れが出ておるのです。青い海の底の永遠なる神殿完成したらさぞ美しく立派なものになることでしょう。あの巨大な鳥こそ断りの賢者ガッシュ様が設計された黒鳥号です。自由に空を舞う様をまで生きているかのようです。賢者が誰もおらんな。海中央の海の底に見えるのが女王様の偉大さの証、海底神殿です。海底神殿はあらゆる生命を導く輝きの源となるのです。で、ここに女王様がいるわけじゃないの。なんか一通り見たけど、まあでもなんかいろいろ情報はゲットできましたね。そうだよね。じゃあ出るか。とりあえず探索だな。じゃあ黒鳥号行ってみよう。え、なんこれ、怖っ。ん？なんだお前ら。どうだ、黒鳥号の様子は。異常なしです、ダルトン様。当たり前だ、異常があったら困るだろうが。それよりなんだお前たちは。む、そのいでたち、お前たちが預言者の言っていた計画を邪魔するものか。あ、ここは奴がどう出ようか、様子を見るとするか。まあ、奴がそう簡単に尻尾を出してくれたお前がな、はっ。ジール文明の象徴。ちょ、あれだ、なんか敵対することになっちゃいそうですね。小さな洞窟、ちょっとここ行ってみよう。ぷいーん。あまりね、人との対立というのはしたくないんですけれども。お、でさらにここでワープして、上に建物がありましたね。ここはジェル、あ、そっか、ここに女王様がいるのか。我がジェル王国の中心ということは、すなわちまさに宇宙の中心ということです。大いなるエネルギーを源は海底深くに眠っている。その確かな位置が判明したため、今回は海底神殿建設の計画。海底神殿できちゃったら、なんかとんでもないことになりそうだね。神殿は未完成。女王の二人のお子様、サー様とジャケ様、本当に仲のいい姉妹で、あ、兄弟でさ、これでもう少しジャケ様がサラ様以外の人にも心を開いてくだされば。え、猫連れてたのが、あれ？どっちなんだろう。あ、サラ様のものとよく似ていますわね。でもサラ様はペンダントのような神秘的な輝きはありませんのね。え、ペンダントってあれだよね、マールちゃんが落としたやつだよね。あ、ちょっと背中、ふにゃらしてくれる？こちょ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 しちゃう。わー、やった。うん、そこそこ、はう、ふう、ありがとう。あ、なんのこちょこちょポイントを見切った。あ、なんやそれ、これ、え、あ、戦闘で役に立つのかな。おお。魔人機や海底神殿について知りたいなら、三賢者様か女王様にお聞きするのが一番ですな。女王様なんか答えてくんなさそうだよね。エンハーサやカジュアルには断りの賢者ガッシュ様の秘密の部屋があるそうだ。あ、ちょ、秘密の部屋見たいね。あの男は少し前にフライト宮殿現れ、確かな予言で女王の信を得たのだ。奴がどこから来たのか誰も知らない。我ら光の民ではなし、無論。ふま、全部読めなかった予言者、回復の、ありがとうございます。緑はお好きですか？好き。でも命の賢者様からいただいたこの若木を女王様燃やしてしまえと。どこかにこっそり植えよう。そうですよね、いくら女王様のご命令でも賢者様からいただいたものを燃やしてしまうなど。うん、なんか女王様またなんか魔物になっちゃったよとかかな。海底神殿の設計なされた答えの賢者ガシオ様も行方がわからないのだ。ああ、3人いないんだね、賢者今。ハッシオ様はどこかの孤島でひっそりと時間の研究を続けていると言われています。時の卵を作られるとか。しかしもう何年もその姿を見たものはありません。あ、なんか、え、魔人機の間、魔人機の間、じゃあ入ってみようか。
あの預言者の気は憎しみと悲しみで満ちております。あのままではいずれ自らを滅ぼしてしまうことでしょう。自分の愛する者さえ道連れにして。ラボスエネルギー、はい、ちょっと入ってみよう。あ、なにこれ。おー、三賢者の一人の命の賢者様は女王の計画に反対なさってから姿が見えなくなり、殺されちゃった。もしかして魔人宮が完成してから女王は別人のように冷たくなれてしまった。魔人宮を海底神殿に移せばラボス様からより強大なエネルギーを得ることができる。いや、ダメでしょ。ラボスは良くないですよね。良くないものだったよね。ラボス様の無限エネルギーを引き出し増幅する魔人宮。三賢者様は王権したら赤き石よりこの魔人宮を乱されたのです。結果はリーダーの命の賢者様はラボ様についていろいろと研究されておりました。サラ様だけ。ママより優秀って言ってたもんね、サラちゃんね。あ、なんかこいつは飛び越してきちゃった。命の賢者のじいさんやってらんないよな、全く人間ってのは。ブラニーちゃん、僕風になりたいな。あれ、これもうグランとリオンじゃないの。ドリーン姉ちゃんまたエンハースに遊びに行っちゃったね。あ、姉ちゃん夢が好きだからな。あれ、あらら、グランニーちゃんって言ってたよね。ここお休みの前、続くお休みの間。あ、姉上、あら、おかえりなさい。どうかしたの、ジャッキー。あ、さっきのチビがジャッキーくんの方か。黒い風が感じるのね、不潔な気を。大丈夫よ、心配はないわ。さ、これを持っていなさい。これ、お守りを、もしもの時ジャッキーを守ってくれるよう私の祈りが込められているわ。いつでも私がそばにいてあげられたらいいのだけれど。でも母様の計画が。あのやつは母様じゃない。姿形は母様だけど中身は別のものだ。それでも私にはごめんなさい、ジャッキー。失礼いたします、サラ様。女王様がお呼びです。至急海底神殿の方に降りていただきたいとのことです。わかりました。それじゃジャッキー行ってくるわね。あら、あなたたちは。サラ様お急ぎください。これだと私が女王様に怒られちゃう。ごめんなさいね。そう、なんかサラちゃん美人臭がするな。美人臭が。あ、ジャッキーくん、向こう行きなよ。やだよ。そっかそっか、お姉ちゃん以外に心を開いてないですからね。なお、さっきのチビはジャキくんだったのね。こんにちは。サラ様のペンダントは魔人鬼と同じ赤き石から作られたんだそうです。サラ様がペンダントを手にして魔人鬼に祈ると不思議な輝きを放つそうですよ。お姉ちゃん死んじゃうんじゃない？大丈夫かな？力の使いすぎとかでね。ここ行ってみましょう。よいしょ。あ、お姉ちゃんいた。うん。ああ。女王が海底神殿に降りられるとかで、その間ここは誰一人通ることはできませんよ。あら、そのペンダントはサラ様のものとそっくりですね。サラ様が魔人鬼に祈るとペンダントが不思議な輝きを放つと聞きましたが。あ、ちょっと待って、いけるんちゃう。いけた。強力な防御システムの扉ですね。チキショー、たかがこんな扉一つに手も足もベロも出ないとは。あ、かわいい。あ、やっぱりさすが開かないのか。おー、これマールが使えばとかそういうやつとかではない。編成マールに変えてみようか。マールでもダメ？編成、あ、そっか、そこは変えられないのか。あー、どっかなんか光をね取り戻すスポット的なところがあればいいんですけれども。うん、ここじゃないか。やっぱあれか、太陽のなんちゃらってところ行かないとダメかな。あ、お、
人鬼の間。あ、これでいけそうだな。よし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 。久しぶりに会うとさ、なんかストーリーちょっと忘れかけちゃうね。ちょっと動画見直してこないと。あ、これでいけるんじゃない？わあ、開いた！やったー！さーて、鬼が出るか。あ、蛇が出るか。まさに賢者の石ですね、丸のペンダントは。沢様のペンダントですか。来たぞ。あ、女王様いる。何者だお前たち、どうやってここに入った。女王、その者ども、その者どもこそ私の警告した災いをなす者たちです。何、異国の者よ、お前たちも賢者ども同様このジールに立てつくというか。たわけた連中名がダルトン、そやつらを捕らえろ。はっ、心得まして。ゴーレム、あ、ボス戦か。なんだこいつ。ゴーレム、ゴーレムって言うとドラクエのゴーレムを思い出すんですけれども、鉄球 HP を2分の1。おー、痛い。ちょっと待って、相変わらずの全、あれ、 X 切りでいこうかな。トリプルアタック、敵3体に3人クロスアタック。あ、ちょっと使ってみる。ウィーグで3人連携。あれ、何、あ、てか強いな。あ、センサメグ25、やば。最強モード、あ、怖い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 。ちょっと待って、ここはここはヒールして、ケアルビーム。ちょっと待って、ここは回復のターンだ。やばい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 。ねえねえ、でででででで、オーロボー。ああ、ちょっと待って、アイテム、どうしようどうしようどうしよう。ハイエーテル、ミドルエーテル、ハイポーション使って、で、アテナの水を使って、危なっ！あ、危なかった。これ HP2 分の1にする、これひどいだろ、これ。ちょっと待って。いけ！私死んでる！天の技はまねっこ。ヒールして、物理技で攻撃するからいけないのか。アイテム、アテナの水、やばい、これアテナの水が足りなくなる感じや。やばいやばい。あー、痛い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 。あれ、なんかまだあれだな、の魔法の方が、あ、そうか、レイズ覚えてんのか、私。ちょっと待って、アイテム、ミドルポーション。ちょっとロボがさっきからめっちゃ死んでる。なに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 、ねねねね、あ、まだ大丈夫だね。そうだね。で、ぶん投げ、シャボンプレス、ヒールして、ポーションを上げて、よし。で、ケアルビームをカエルに打って、あー、これでようやく立て直した感あるけれど、これ普通に攻撃してた方が早いかな。うーん、技をまねっこ。ちょっとヒールして、やばいなこれ、全然攻撃に回れないや。でいけ、大回転切り、ムーンの回し切り、よいしょ。ちょっと
し、 X 切り効くかな。ペアルビーム最強モードってなっちゃうからな。魔法ね、攻撃していくのが、あ、そっかそっかそっか、物理技やと鉄球をやっちゃうのか、だからダメだな。なるほどね。ちょっとミドルポーションあげて、でアイテムミドルポーションあげて、でちょっとやべやべ、味方全体回転レーダー、ケアルビーム、あ、ちょ、あ、変える間違った。ちょっと待ってよ、アイテム、アイポーションあげて、ちょっとカエルより魔法使わせよう。技、ウォーターだな。水の技はマネっこ。アイテム、ミドルポーション。きついな。え、マール入れるのが正解だったかしら。あ、効かない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 。え、魔法攻撃だな、ずっと。天の技を真似っこでウォーターして、よし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 、もうかなりチミチミしてるけどしょうがないよな。物理技がすげえ強いもんね。なんかあるかな。ぶん投げ速度、シャボンプレス、敵単体にロボ落下って、なんだこれ。じゃやってみよう。あ、物理技かな、どうだろう。まっすぐにサンダーがかけよう。おー効く。あ、やばいやばいやばい、サンダーがキャー、冷え冷え、よし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 、ちょっとミドルポーションあげて。これさ、攻略方法どういうのが一番良かったのかっていうのあったら、ぜひコメント欄に書いていただけると。もう物理技が怖いよね、だからもう魔法しか使えないんだけど。うえー、よしよしよし、サンダーがで、ウォーターかけて、よいしょ、待ってよ、ヒールビームしよう。うん、いいねいいねいいね。今度がウォーター、水まねっこするとね、カエルに当てられてもあんまり効かないから、そこはいいんですけれども。さあ、じゃあアイテムでエーテルを上げて、よしよし、あ、効かないね。オッケーオッケーオッケー。サンダが、あ、じゃあウォーター、水の属性攻撃をしてくるんだったらまあいいね、そこまで痛ない。よしよし、でウォーターかけて、これ順番大事だね。ダルトンのまねっこ、え、おー、あ、倒した、やった、あぶねー、やった、あ、ジャンプ切り覚えた、飛来神やった。俺様のゴーレムを許せんな貴様ら。安心しろ、すぐには殺さぬ。あらゆる悲しみ苦しみそして恐怖を味わわせてやる。わらわの計画に逆らったことをたっぷりと後悔するがいい。ふん、バカなやつ、姉上どうするつもり。この方たちをお助けしましょう。無駄だと思うけどな、それにこいつらを逃がしたりした姉上が。
大丈夫よ、私は。それにこの人たちなら賢者様を助け出してくれるかもしれない。大丈夫ですから、大丈夫ですか。さあ急いで宮殿からお逃げください。そしてできることの命の賢者様をお助けしていただきたいのです。命の賢者様は計画に反対したため嘆きの山に幽閉されて、お願いです、どうか賢者様を。そうはさせぬ。あ、母ちゃん、あ、預言者か。これ以上お前たちは私の邪魔はさせぬ。ここいらで消えてもらうとしよう。いけません、やめろ。にゃー、ふ、よかろう。そいつらの命は助けてやる。その代わりあなたには力を貸してもらうぞ、サラ。さあお前たちがどうやってこの時代を来られたのか教えてもらおうか。ああ、戻されちゃう、もしかして。ほう、こんなところからドンって押して戻されそうだよね。さあさら、こいつらはその中に放り込んだ、そこに結界を張るのだ。嫌です。私の言う通りにしなければその者たちの命はない。わかりました。あー、でも来れないようになっちゃった、もしかして。あー、わー、ごめんなさい、サラちゃん。あ、で戻ってきたぞ、さらに昔に。なぜ私たちを消さなかったのでしょうか。それにしても魔王のやつは一体どうしてしまったんだ。この手で肩をつけないことには。ペンダントで開けたドアの紋章ですが、私の時代でもいくつかありました。ああ、未来世界ね。ああ、ああ、あったね。あ、そう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 。行ってみましょう、私の時代へ。はい、ということで、あー、ちょっと長くなっちゃったから、じゃあ今回はね、ここで終わりにしておこうと思います。いやー、お疲れ様でした。ということで、じゃあ次回はね、ロボの世界に行きたいところなんですが、でもこれであれかな、あの紋章付きの宝箱とか開くようになるんでしょうかね。ねえ、ちょっと一個ずつ見ていきたいけれども、やっぱりストーリー重視なのでね、まあストーリーを基本的には進めていこうかなとは思っております。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。